こんにちは、平山茂です。今日は11月25日、木曜日でございます。現在時刻は3時55分。3時55分でございます。さあ、皆様、本日も一日お疲れ様でした。お仕事、学校、本当にお疲れ様でした。お疲れ様です。大丈夫ですからね。大丈夫ですから。もう大丈夫ですよ。もう木曜日が終わりです。あと一日。あと一日ね、金曜日、しっかり、乗り越えれば、もうお休みという方も多いと思いますので、あと一日、頑張っちゃいましょう。引き続き頑張っちゃいましょう。はい。さあ今日はですね、ちょっと、皆様にお願いがございます。私基本的にはですね、まあ大体毎日、動画をね上げさせてもらってるんですけども、まあ言ってもですね、まあ、ほぼ毎日動画を上げてますので、もうね毎日もう本当に悩んでるんです。どういう動画撮ろうか毎日悩んでます。本当に稀にもう今日はこれを撮ろうっていう感じでね、もうノリノリで何も考えずに撮れちゃうっていう動画ももちろんあるんですけども、基本的には毎日悩んでます。とっても悩んでます。で、本題です。皆様、ぜひ、平山茂にこれをやってほしいという、もし何かご提案があったらですね、ぜひ、教えてください。チャレンジ企画、まあ何でもいいんです。平山茂よと、ここにちょっと人がね、お仕事ご苦労様です、本当にね。ね、ちょっと休憩、今ここは商業施設の屋上で撮影してるんですけどもね、ちょっと話脱線しました。何かですね、僕にこうやってほしいと、やれと、平山茂これをぜひやれという、ね、企画がございましたら、ぜひご提案ください。本当にできる限りチャレンジしたいなと思いますので、できればあんまりお金のかからない方が、助かります。とにかく、コメントにですね、書いていただけると嬉しいです。ぜひ、今日のこの動画のコメントの方にですね、平山茂よと、これをぜひやりなさいと、そんな企画があれば、ぜひ、企画をください。体もね、張っていきたいなと思ってるんです。まだ41歳ですから、もう失うものは別に何もないんです、本当に。まあ本当に命がけとかで言うのだけはちょっとご勘弁なんですけどね。基本的にはもう体も張っていきたいなと思っております。まだまだ41歳、これからですから。そんなことを考えております。ぜひ、企画ください。お願いします。やっぱりちょっと一人で、完全に個人でやってますので。そんな中でいかにこう見ている皆様にこうなんかね、まあ見てよかったって思える動画を撮るにはね、だいぶちょっと西日が強いですけども、はい、そういう意味でもね、いろいろこうアドバイザープロデューサー、やっぱり一人でやってるとどうしてもなかなか大変なんです。なので本当に皆様企画をください。アドバイスください。ダメ出しでもいいんです。はい。ダメ出しは、本当に、しっかり受け止めて、今後の活動に活かしていきたいと思いますので、改善、改良、していきたいと思っております。ということで、今日は、こんな感じでございますけれども、もう、大丈夫ですから。大丈夫です。皆さんは大丈夫です。私はちょっと、いろいろ、仕事もね、いろいろあって、まあ、ぶっちゃけ月火水木、休みでした。ないんです。明日はあります。明日は仕事ですから。ご安心ください。大丈夫ですから。皆様は大丈夫ですからね。ぜひコメントをください。はい。あと今後はですね、本当に、ちょっと、まあ、仕事が不安定というのもありますけれども、まあ、ちょっとね、毎日動画をアップしていくっていうのはちょっと、難しいタイミングかもしれません。ちょっと年内はちょっとガチャガチャする感じで毎日アップできないかもしれませんけども、
き続きですね、このチャンネルを見ていただけると嬉しいです。では、ぜひ、もし何かあればコメントください。よろしくお願いします。では、また、おやすみなさい。平山CMでした。お願いします。何か。